皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、メトロポリタン美術館のコレクションの続きです。こちらは写真ですね。えー、こちらは絵ですね。多分。はい。ベニスっぽいです。はい。これはアートですね。はい。アートなんですね。 これもアートみたいですね。はい。はい。あの、400年の自由な労働者というタイトルです。はい。これちょっと英語じゃないのでわかりません。はい。これ、アラニャニという名前のものです。 アートなのか、服なのか、家具なのか分かりません。ソファーなのか。はい。これも、まあ、写真ですね。これも、まあ、アートですね。はい。これも写真ですね。これ、シタールです。あ、こんな形のシタールもあるんですね。へえ。はい。続いては、これは、無題と書かれていますが、多分、壺だと思います。はい。これも、無題と書かれていますね。 はい、これは「ドラゴンローブ竜のローブ」というタイトルのドレスです。ビビアンタムの作品です、はい。これはまあスーツですがちょっと質感が面白いですね。はい、はい、これもアートですね。 これは何でしょうかあ、下村という名字のアメリカ人の日記です。これはドレスです。一世三宅です。かっこいいですね。わわ、わを感じますね、わを。はい。これはまあ、アートですね。はい、これはウェディングドレス。こんなデザインをするのは誰だと思ったら、 幼児山本ですいやーすごいですね。かっこいいですね。はい。これは、まあ、レコードのジャケットですかね。はい。これは服ですね。はい。純也渡辺です。はい。かっこいいですね。はい。アイラブニューヨークというあシャツです。はい。 リモートコントロールという作品です。はい。これは山の悪魔のトカゲが、えー、眠っている、えー、あ、あ、眠りの砂の丘というところにいるというような感じのタイトルの作品です。さっぱりわかりません、私には。<laughs> こちらは、あーなんか、庭だそうです。これ庭だそうです。はい。これ無題の作品です。はい。これは、生のアトラクション。生の魅力というようなタイトルのアートです。はい。これはジャンプスーツですね。はい。ジョルジオ・アルマーニの作品です。ジョルジオ・アルマーニはやっぱり気品がありますね。はい。そうですね。 これはアートですね。はい。はい。これは写真ですね。これ何ですかこれ iPhone ケースですか違いますよね。はい。カメラの穴がないですもんね。はい。プレートですね。これ夜というタイトルの写真みたいですね。これ オイスタードレスですって。アレキサンダー・マックイーンですよ。アレキサンダー・マックイーンこんなドレス作ってましたかしかも、オイスターってどういうことですかって感じですね。はい、これちょっと英語じゃないのでわかりません。はい。はい。これは、よくわかんないアートです。はい。 ああ歴史は、歴史は、しぼんで死んでしまうというタイトルのアートです。はい。はい。これは、ある大学のなんか、カタログかなんかみたいですね。はい。これ、真っ赤なドレスです。はい。幼児山本です。幼児山本多いですね。はい。はい。これは、 雲女というタイトルのアートです。はい、えー。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。